見てるの？ハムマンはハムマンよ。ミッドウェイ？ハムマンはヨークタウン姉さんを助けたことに後悔していないぞ。今更あんたに言われても。なんだ。でも、ありがとう。どうしてハムマンがこんな格好で指揮官の応援をしなきゃならないのよ。別に他の格好でもいいじゃない。恥ずかしいけど、逃げたらシムスたちにからかわれちゃうし、どうしよう。どこを見てるのよ。こっち見んな。傘で叩くわよ。試合お疲れ様。ハムマンが一応を応援してやってるんだから、少しくらいねぎらってくれてもいいでしょ。表に出るのはさすがに恥ずかしすぎて無理だけど。今のはなし。水着でもないのにお腹を見せるなんて。指揮官、これは本当に応援するための服なの？写真はダメ！絶対ダメ！ハムマンのこんな姿を写真に残されたら恥ずかしくて倒れちゃう！じゃあ動画にするって？全然変わらないじゃない！坊主？こう？やっぱり恥ずかしがってるポーズの方がいいって。ハムマンにこれ以上何にもさせる気？やっぱりこれがしたかったから、わざわざハムマンに着替えさせたのね。早くミッションを。ハムマンじゃなくてミッションの方を見るのだ。まさかボーナスもハムマンにあげさせるつもり？このハムマンがメールを持ってきてやったんだから感謝するんだぞ。おかえりなさい。ハムマンが出迎えたら不満なの？もっと普通に挨拶してって。ハムマンに何をさせるつもりだ、この変態。ハムマンはもう怒る気にもなれないわ。ハムマンがなぜいつも怒ってるって？どこかのバカが分かってくれないのに、そいつに怒れない自分に怒ってるのよ。
別にハムマンは無理なんてしてないし、メルジーもされてないもん。指揮官が喜ぶと思って頑張ってるんだから、ちゃんと褒めてよね。かわいいし似合ってるって。そんなわけないのだ。委託が完了したぞ。一緒には行ってやらないからね。ハムマンをおだてても何も出ないわよ。ハムマンがやっつけてやる。ハムマンが MVP？ やったー。別にはしゃいでなんかいないわよ。指揮官のおっぱか。別にあんたのためじゃないんだから。名残を呼んでようやく気づいてくれたから、ハムマンがありがたくもらってやるわ。別に嬉しくなんかない。